えー、2020年5月26日、えー、連続講座、生物遺伝子、ウイルス、免疫、医療、感染症対策の理解のためにを始めたいと思います。で本日は第14回、RNA ウイルスと DNA ウイルスということをやります。で私は講師を務めます、船橋市議で予備校講師の朝倉と申します。船橋市議としての新型コロナ対応関係の発信は、朝倉みきわる公式サイトに載せてありますので、どうぞご覧ください。 船橋でも2週間連続感染者数0となって非常事態宣言が明けてこの傾向が続くことを願っております。それでは、えっとこの講座ではこの5つの留意点で進んでいきます。それで、あのこれまで原核生物人の細胞と遺伝子の特徴そしてげ真核生物ですね。真核生物人の細胞と遺伝子の特徴。そして。 細菌などののの原核生物の、えー、特徴をやりまましたでこれからウイルスの話に入っていきますそれではまずウイルスの分類ということなんですがまずウイルスの定義なんですがこれ生物学時点の定義では DNA か RNA のどちらかをゲノムとして、まあ、ゲノムというのは遺伝子として持つ感染細胞内だけで増殖する感染性の微小構造体ということでこのようなものを まあ小さな構造体というふうふに定義してるんですねで昔、あのー、研究の初期の段階では細菌をろ過してろ過するというのは、まあ、ろ過というのはコーヒーフィルターで例えばコーヒーにこうお湯を通すと、えー、コーヒーの粒子は、えー、上に残ってろ子の上に残ってそして液だけが出てきます、ね、ああいうその細かい穴のところを、えー、通して大きなものを上に残して小さなものを通すという装置で。 最近、細菌ろ過器というのは最近は上に残るように作った小さな目の装置です。を通した漏域でも感染が起こると、最近はいないはずなのに感染が起こるということで、ろ過性病原体と言われたこともあります。でウイルスは、まあ、え日本語だとウイルスと言うんですが、英語だとバイラスというふうに、えー、言います。さて、えっと、ウイルスの分類はいろんな論点があるんですが、まあ、一番あのまずあの簡単な分離は、な どの細胞に寄生すするかで、えー、分類しております動物ウイルス、まあ、人も含めた動物細胞に感染するウイルスが、えーえー、動物ウイルスですね。ちょっとこれ人の例しか書いてませんけど、他のあの、えー、動物にも感染するやつがいます。それから植物ウイルスというのは、植物細胞に感染するウイルス、えー、これはあの、まあ、タバコモザイクウイルスなんかがありますね。であと細菌に感染する、えー、ウイルスがあります。細菌ウイルスとということで バクテリアを溶かして、えーまあ、あの増殖していくのでファージ溶かすという意味,意味でバクテリオファージと言います。であのー、これウイルス全体の話なんですが、あのーまあ、今私たちは病原微生物として、まあ、病原性のある人に感染するウイルスのことを心配しているわけですが実はもうウイルスは、えー、もう地球に感染 非常に溢れております生物細胞があるところには必ずウイルスがありますということでまああの地球は、まあ、生物圏ともいうこともできるし生物圏のあるところはウイルスもいますのでウイルス圏ですウイルスだらけだと考えてよろしいんですねまあ、昔「あのサスケというあのアニメがありまして、えー、ナレーションの最初に光あるところに影があると誠栄光の影にかつしの忍者の姿があったというまああのナレーションから始まるんですがまあ えー、まさに生物あるところに必ずウイルスがいるということです。さて、ただ、この講座では、特に病原,微生物とあの病原性のあるウイルスについて見ていきたいので、まああのー、人の人に感染して病原性のあるウイルスを、えー、分類してみると、こうなります。遺伝子として RNA を持つものと DNA を持つものにまず対別されます。で、RNA を持ったやつは RNA ウイルス、DNA を持ったやつは DNA ウイルスというふうに言うんですね。 であともう一つは、エンベロープというのがあるんですが、これは膜を持っているものですこの。こういう脂質の膜を持っているものですで。このエンベロープがあるかないかで、えー、ありますで。ちょっとこれコロナウイルスでエンベロープありのタイプですが、例えばエンベロープなしだと、このアデノウイルスというのがあるんです。これは人の上気道のウイルスなんかですけど、でこれは,これはあの緑で書いた部分はエンベロープ。 膜では脂質の膜ではなくてタンパクなんですねえ。ということで、こういう、えー、脂質の膜を持ってない、エンベロープを持ってないタイプもあります。という、大体この2つの軸で、形、え、態、ー、とかを分類すると、まあ分かり、形、ま、態、あ、的にはこれがあるかないかというのは非常に大きな形の違いであり、そして遺伝子としてはこれかこれかという違いですね。で、さらに、えー、実は RNA を持っているの,の中に、 まあいくつかまた種類が分かれまして、1本差、R、プラス差、1本差、マイナス差というのがあります。RNA というのは、これまでやってきたように、1本差が基本なんですけど、中には2本差 RNA というのもあ RNA が2本差を成しているやつもあります。それから、1本差、えー、ウイルスの中にあの逆転者酵素、これ、後で説明しますが、逆転者酵素あ,あるやつがあります。 DNA ウイルスというのがありますね DNA も2本差が基本なんですが、今度は例外的に1本差の DNA ウイルスというのもあります。さて、これあの、えっと、いきなりすべてを抑えてほしいという意味ではなくて、だいたい外滑してほしいんですが、まず RNA ウイルスと DNA ウイルス、どっちが多いかというと、実は RNA ウイルスの方がまあ種類として多いんですね。まあ、特に病原性のあるものについて。 それで、ウイルス社会ではむしろ RNA を遺伝子持った方が主体であるということ、それと、えーまあ、今回のコロナ、一本差プラス差ですけど、シ、ま、ン、あえー、風疹、C 型肝炎、黄熱、野口出オが取り組んだやつですね、デング熱、日本脳炎、比較的、まあ、手強いグループが RNA ウイルス、多いですね、まあ、インフルエンザ、狂犬病、エブラ出血熱ということです。で えっと、RNA の種類、RNA ウイルスの種類が多いということです、それで、まあ、DNA ウイルスもそれなりに言いますけど、単純ヘルペスの中にはこう、潜伏感があって、非常に、まあ、水筒帯状疱疹ウイルスなんかも、まああの普段はあまり、えー、活動してなくてある、体調が悪くなった時とかに出るやつとかあります、でこの糖尊ウイルスが、まあ、いわゆる天然痘のウイルスでありまして、これ、手強ったかったんですけど、現在、封じ込めができました。 ということでこれ封じ込めできたし、これは普段はあは隠れていることが多いということで、まあ、B 型感炎やっぱりちょっと手ごわいですけど、全体的に RNA ウイルスの方が今、まあ、パンデミックも含めて問題になっているやつが非常に多いということですね。まあ、その理由はまたおいおい言っていきたいと思うんですが、あのまあ、こういう形になります。さて それで RNA ウイルスと DNA ウイルスの2種類があるということをあの見ておいていただいた上でえで、ー、ちょっと私たちの細胞に対してウイルスが同侵入して、えーまあ、結局細胞の仕組みを、えー、使ってウイルス増殖していくので、まあ、まず基本的に人の細胞の仕組みを確認しておきましょうこれまでの学んだ内容で。えー、DNA という遺伝子があって それを複製、まあ、あの分裂のためには複製もしながら同時にメッセンジャー NA というものを転写していくとで転写してそれがリボソームという細胞質に出てきてリボソームという装置で読まれてタンパクができるでタンパクは、えー、っと実は行き先が大体4つというふうにイメージしていただくといいと思うんですが1つは細胞外に出ていって使われるタイプそれから細胞内でそのまま酵素などで使われるタイプ それから、まあ、ミトコンドリアなどはのの細胞細胞内の他の細胞小器官に行くタイプそれからちょっと今日出てくるんですけど核内に行くタイプがありますで実は今までえここの DNA の情報をメッセンジャーに移し取ってメッセンジャー RNA というコピーしたものがこっちに来てこっちの設,の設計図をこのリボソームという装置で読んでタンパクを作るこの流れだけ言ってきましたけど例えば核の中で DNA をコピーする 装置である D N A ポリメラーゼっていうのも酵素なんですね。これタンパクの一種です。で、この転写をする R N A 合成酵素、R N A ポリメラーゼというのも酵素です。タンパクです。じゃあこの酵素たち、核の中で活躍している酵素たちはどこで作ったのかというと、やっぱりタンパクですからここで作ってるんですね。でここで作ったものをえっ、ー、とこっちに輸送して核にゆあのー、戻して、この核内で使ってるわけですね。という流れもあるってことを見ておいてください。 さて、これは、これまで図でできるだけイメージがわきやすいように、DNA、RNA 系を赤で書いて、タンパク系を緑で書いたというふうにできるだけ配慮してきました。これもだから、DNA、ポリメラーゼィタンパクも緑で書いてあります。ただ、本日は、あのこの、えっと、核とタンパクのあ、じゃあ、DNA、RNA とタンパクの色違いではなくて、ウイルス由来か、 私たちの細胞依頼かということを強調したいので、一旦私たちの体が持っている構造を全て黒にします。はい、もう、これ、私たち自身の体が持っている装置は全部一旦黒にしました。その上で、じゃあウイルスがどういうふうに入ってくるかをそれぞれ見ていきたいと思います。まず、えー、と主流派である RNA ウイルスのタイプなんですが、こういう増殖の仕方が多いんですね。 でここにちょっと注意書き書かれた、いさっき言ったように、宿舎種由来、つまりこの人の病原性ウイルスで言うと、人の細胞由来の物質を黒で表現しました。で、ウイルスが、えー、持ち込んだ物質,物質を、まあえー、赤で表現しました。で、この点々が重要で、もともとウイルスが持ち込んだ物質ではないんだけど、ウイルスの遺伝情報によって、 私たち人の細胞などが作ってしまうウイルスの遺伝情報で宿主細胞を人の細胞に作らせる物質がこの点々赤の点々で書いてありますだ材料は人の細胞以来なんだけど情報はウイルスの情報に従ってしまっているということですねさて RNA ウイルスはどういうことかというと,、まあ、こ,こ,ちょっとここの侵入の仕組みもいろいろあるんですがそれは今日省略して、えー、この特に遺伝子の動きだけ見てください、まあ、とにかく送り込まれると で送り込まれたときに RNA を RNA ディペンデント RNA ポリメラーゼルということで RNA をどんどんコピーするんですねで。コピーするんだけど、そのコピー用のコピー装置だけは、これ実は人の細胞の中にないのでウイルスが持ち込む、あるいはウイルスが持ち込んできた遺伝子によって作らせるということです。その上でどんどんと RNA をコピーします。RNA RNA DNA から、RNA、をコピーすする。DNA 関係ないんですね。 でそして、えっと、これができるとここ、これ黒ですよ、これ、人のリボソームを使ってしまうと、人のリボソームを使って、タンパクを作らせて、自らの、まあ、これ、ウイルスのタンパクを作らせるんですね。で、そしてそれが合わさって脱出していく、このとき、脂質の膜を、この細胞膜からあの盗み取っていくということもやります。ということで、まあ、これが一番シンプルな RNA ウイルスです。 ところが RNA ウイルスのグループの中にさらに、えー、面白いというか非常に、えー、絶妙な動きをするやつがいまして RNA はあの RNA からタンパクの流れを乗っ取ればいいので、えー、っとか核の中に入る必要はないんですねだから核の中を通り素通りして、えー、タンパクを作るタイプが多いんですがなんと核に侵入するやつがあり,ありますそれはどういうことかというと 持ち込んだ RNA を逆転写酵素というやつで DNA にしちゃいます。これ二重らせん、DNA にしちゃうんですね。RNA から DNA にしちゃいますで。DNA を核の中に送り込んで、人の細胞これ、これ黒ですか、人の細胞自身の DNA に貼り付けて、えー、プロウイルスというんですが、一旦眠らせてしまうと、でそして必要になったら転写をして、そうしたらこれはウイルス由来のメッセンジャー、ウイルスの遺伝子由来のメッセンジャーでですね。 でそれををとにウイルスタンパクを作らせるという仕組みです。で一方で人自身の,、まあ、の DNA とか人自身のメッセンジャーラインも作っているんですけど、同時にウイルス由来の,あの D ああメッセンジャーラインも作ってウイルスタンパクも作らせてしまうということですさてその次なんですが DNA ウイルスの場合はどうかとえ DNA ウイルスの場合にはやっぱり DNA ですから核の中に入ることを前提としています これまず細胞の中に入った上でもうえでもう1段核の中に侵入しまして、まあ、人自身の DNA もあるんですけどそれと別個にウイルス自身の DNA を送り込んでしまいまして核の中でみずからの DNA を作らせると、えっとも、まあ、に発現をして 自らのメッセンジャー RNA を作らせて、タンパクを作らせるということですね。そして、面白いことに、この作らせたタンパクは、ここで新しい子供のウイルスのための DNA をどんどん作ってますので、これをカプセルに、あのタンパクに積み込む必要があるんですけど、その積み込む場所は、閣内で梱包作業することが多いんですね。よって、このできたタンパクの殻を、やはりさっき言ったように、核内に輸送します。 核内に輸送してで、これとこれを合体させて、こう核内から細胞質、そして細胞質から細胞外に出てくるという仕組みをやります。ということで DNA ウイルスはこんな形で増えていくんですね。さて、それでは、えー、と今の話の流れの中でもう一回 DNA と RNA の関係について整理をしていきたいと思います。核核生生物、物、人や原生物大腸菌などでは、まあ、これが、 まあ、これはの、セントラルドグマというあの生物学における遺伝子の情報の流れの基本的な流れでありまして、えっと、DNA をまずレプリケーション、コピーするという、まあ、これ、DNA を次の細胞の細分裂のためにコピーするという仕組みとともに DNA の情報の一部をメッセンジャー RNA に移し取る転写そしてメッセンジャー RNA の情報をもとにタンあのリフォーソームでタンパクを作るプロテインを作る翻訳という流れがあります。 でそれぞれに関わっている酵素なんですが DNA から DNA をコピーする酵素のことを DNA 依存性 DNA ポリメラーゼと言っていますでこの依存性というのは英語で d e p dependent っと言うんですがあのこれはえ、えー、ちょっと分かりやすい言葉にあの、えー、置き換えると DNA を原本としてとかあるいは DNA を鋳型として DNA を鋳型原本として 反対側に DNA を合成する構想ということですはいじゃあこの次転写はどうなるかというと DNA を鋳型として RNA を合成しますので DNA 依存性 RNA ポリメラーゼというふうに言いますそれでちょっと長いですよね DNA 依存性 DNA ポリメラーゼ DNA 依存性 RNA ポリメラーゼというのは長いので私たち普通真核生物とか、まあ、ウイルスのことをあそうそう 扱うことは多くなくなてやっぱり生物学の主流は原核生物、真核生物の遺伝子の仕組みを学ぶので、まあ、これはまあ、省略して単に DNA ポリメラーゼとか単に RNA ポリメラーゼと呼びましょうという,う赤の部分だけ呼ぶことになってるんですね。ところが、ウイルスのことを学ぶときにはさらに注意が必要です。真核原核生物にはなくて、ウイルスが遺伝子かタンパクを持ち込むものとして、なんとこのセントラルドグマの動きとは違う動きをするやつがあります。 なんと,、えっと、転写の逆ですね、メッセンジャー RNA から DNA を合成させる力が、えー、を持った酵素を持ってるんですね、ウイルスの一部は。で、それを逆転写酵素と言います、リバースト,レントランスクリプションということで、あのこれを、えーまあ、さっきの約束で言うと、RNA を鋳型として DNA を作るので、RNA 依存性 DNA ポリメラーゼということになります。 はい、でこれを逆転社酵素といいまして、これは普通、ウイルス以外はあまりやらない行為ですね。そして、もう1つは RNA から RNA をコピーする、実はこれも真核生物とか幻覚生物はあまりやらないんですけど、RNA から RNA をコピーするというのがあります。これ、RNA 依存性、RNA ポリメラーゼというのがあります。ここののののつつはウウイイルルスス由来であるでウイルスが粒子の中にこの2つの 酵素を持っているかあるいは持ってなくても、えー、遺伝子を持っていて核生物の幻覚心核の体に入った時にその遺伝子を元に、えー、細胞の中で作らせてこれを使いますで特にこれは、まあ、RNA が主体のウイルスだとやっぱり RNA を次々にコピーして、えー、遺伝子1個だけ減ってただけでは不足なのでどんどんとコピーしてたくさん増産する必要があるのでどんどんと RNA から RNA をコピーしますでそうすると えー、どんどん RNA が増えて、えー、それをもとにタンパクも作ることができるということですね。で先ほど表の中でできたコロナウイルスはプラス差 RNA、インフルエンザウイルスはマイナス差、1本差 RNA ということですけど、これは何かというと、あの普段このプラス差という表現は、えー、あまりしないんですね、ウイルスのことを学ぶとき以外は、えー。それはプラス差というのは、直接タンパクの、えー、アミノ酸、 配列の情報を持ってる、まあ、普通遺伝子として働く RNA のことを、まあ、あのリポソームに読まれて働く RNA のことをプラス差というふうに表現しますでその反対差のことをマイナス差って言ってるんですねで実はマイナス差を持った RNA もいるしあウイルスについてはマイナス差 RNA もいるしプラス差 RNA も両方いるんですけど 結局はお互いコピーし合って、プラス差をあのコピーすればマイナス差裏あの、双方的で。で、マイナスをコピーすればプラス差だから、何回かコピーしてるうちに、まあ、両方ともきちんと量ができますから、まあ、最初がどっちであろうと、結果的にあんまり関係ないということになります。まあ、細かいことを言うといろいろあるんですけどあの、マイナス差 RNA でも、1本差 RNA でも、プラス差1本差 RNA でも、最終的には、 RNA 依存性、RNA ポリメタル性でコピーを繰り返すことによって、メッセンジャー RNA として働くプラスさ RNA を作ってることができるということです、すさて、以上のことをもとに、再びこの表を見ると、さっきよりイメージが湧くんじゃないでしょうか。えっと、1本差、プラスさ、マイナス差、このプラスさ、マイナス差は、まあ、コロナ、非常に似てるコロナウイルスの増殖とインフルエンザは比較的に似てるし、まあ、パンデミックを引き起こすという点でも似てるんですが。 あえて、っと、非常に違いがあるところしたしたらプラス差かマイナス差かということですね。それと、えっと、逆転者酵素、これはレトルウイルスというんですね、レトルウイルス、総称を。で、レトルウイルスというのはリバーストランスクリプターズ、逆転者酵素を持っているということ、まあ古い、古い街並みを好きだからレトロな感覚がいいというレトロじゃなくて、あのリバーストランスクリプターズ、逆転者酵素を持ったウイルスという意味ですね。で、この典型例が実は HIV なんです。 HIV というのはだから人の体の中の細胞の中にプロウイルスを潜入させるという特徴を持っているということですね。さて、日本産 RNA は、まあ、結局日本産として持っているんだけど結局その1本がプラス産で1本がマイナス産の役割をするので、まあ、結局 RNA1 本目立てでコピーを何回もしていけば結局これがコピー何回もあると一緒の形になります。 さて、2本差の中にょると例外的に逆転写酵素を持っているやつも DNA の中であります。で1本差、1本差 DNA ってのはあんまりないんですけど、これ,これしかぐらいしかないんですが、これも DNA をもう1本、これは普通の DNA ポリメラーズでコピーした上で使っていけば十分できますね、という形です。はい、えそれでは本日はだいたい以上なんですが、あのー、明日、明後日、明後日以降の予定を言っておきますと、 ちょっと明日はこれまで、あのーまあ、細菌を学ぶにしても細胞を学ぶにしてもいろいろ英単語を、えー、ちょっとだけ言ってきましたただ、えー、とちょっとここで一旦、まあ、英単語特集というか実は生物系の英単語というのはギリシャの語源とかラテン語源なんかを例えばセルというのは小部屋だとかそういうことを知っておくと非常にイメージが湧きやすいのでちょっと語源解説も含めて これまでが学習をを英単語を振り返りながらレビューしますその上で、あさって28日はコロナ、いよいよ一番の本丸であるコロナウイルスの増殖の仕組みとか、まあ、できればその薬剤が、えー、今開発狙っているポイントのことについて解説いたします。で、あさっての解説は多分20分で終わらずに30分近くになると思いますけど、しっかり解説したいと思います。で、それを踏まえて5月29日には市議会で、えっ、ー、と、 コロナ対応について質疑しますので、その報告をその夜にはしたいと思います。そして、えっと今日ウイルスの総論のところだけやってますので、まあ、他の代表的なウイルス、特に、えっと、インフルエンザと HIV ですね、えー。この2つはしっかりやっておきたい。あと、まあ DN ウイルスとして、えー、ヘルペスかアデノかどっちかをやります。まあ、その他のウイルスを基地。 きちんとやった上で、いよいよ人の体の免疫そして、まあ、人の体の免疫を主流にしながら、それを補填する医療、まあ、ワクチンや、えー、抗体などについて、まあえー考えまあ、今考えられている医療の方向について解説をして、だいたい6月10日ぐらいを目安に考えております、まあ。非常事態宣言までが明けるまでやろうと思っていたんですが。 非常事態宣言、明けましたけれど、まあえー、この講座の,あのひとまとまりの区切りがいいところまで、6月の上旬か中旬ぐらいを目安に続けていきますので、またどうぞご覧ください。ごご清聴ありがとうございました。